ございました。改めて並ばれました新加入選手の皆さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。いやー、加藤さん、もう、はい、拝見しますとフレッシュな感じですね。ね、まだまだ失恋足りてないですね。失恋足りてない、そこが大変嬉しいですね。嬉しいですか。わかりました。ではですね、まだ皆さんもっともっとこの選手の名前とかを一致させて選手一人一人のことを知りたいと思われる方も多いと思いますので、向かって左手から、選手の方のお名前、そして、ポジション、そして何でしょうね、何を聞けば皆さん喜んでもらえますかね。やっぱり失恋ですから。何をしゃべってもらいましょう。どうしようかな。まあでも初多分第一声がっていう大切な機会なので、玉野は置いといて自分を存分にアピールしてほしいなと思います。そうですね、はい、ではよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、玉野良介です。タムポジションはフォワードとかサイド、ハーフをやっています。皆さんにはタムってダメです。ダメ。ダメ。まあこのチームに入って試合出て全国でチャンプになるっていうのが目標なので、皆さん一緒に頑張りましょう。よろしくお願いします。こんばんは。鹿児島の金谷体育大学というところから加入しました福田アキトと言います。主にボランチだったりミッドフィルダーをやっています。少しでも早く顔を覚えてもらえるように印象のあるプレー、頑張るプレーだったり自分のいいところを出していければなと思っています。2年間特別指定でお世話になった分恩返しできるように少しでも早く活躍してファンの方々を喜ばせたらいいなと思います。よろしくお願いします。熊本の修学館高校から来ました笹原修平といいます。今日はセンターバックをしています。高卒ということで新人なりにしっかり働いてできるだけチームに貢献し一つでも多くの勝利を取れるように自分も頑張りますので皆さんも一緒に頑張っていきましょう。こんにちは。福岡大学から来ました山杉亮吾です。フォワードやってます。まあ、チームメイトからはみんなから山って呼ばれてるんですけど山ピー、いや皆さんからは亮吾って呼んでもらえたら嬉しいです。山ピー亮吾で、まあ、自分はフォワードなんで、まあ、チームのためにコスのために多くのゴールを取れるように頑張りますので応援よろしくお願いします。こんばんは。まあ、京都の東山高校から来ました川津大地です。ポジションは中盤から前をやらせてもらってます。まあ、高校時代とかに選手権とか出れなかったりして、まあ、悔しい思いをした分しっかり、プロの世界でしっかり結果を残したいと思ってます。皆さんの期待に少しでも早く応えれるように頑張っていきますので、また応援よろしくお願いします。こんばんは。清水エスパークスから移籍してきました吉田裕太です。今年はサイドバックです。今年必ずタイトルに取りたいと思いますので応援よろしくお願いします。皆さん、こんばんは。ジュビロ磐田から来ました
ター、ベクソンゾンです。フォワードとサイドアップです。あー、いや、君、ウィリアル함께하겠습니다、ごめん、マイゴ急に이번1년을뭐이제서포터분들과함께타이틀을노려볼수있도록힘내겠습니다감사합니다뭐저는뭐저는네생각나라고도보고있는것같습니다서포터분들한테1년간응원받아가도록하겠습니다네이상7명의選手新加入選手の皆さんの自己紹介でした。いやー、やっぱりあれですね、初々しいと思ったら高卒の方々もいらっしゃると。そうですね、多分正直なはずなんで、はい、まだ高卒で嘘つけないと思うんで、あの今年、練習厳しいか厳しくないかちょっと教えてもらいたいですね。なるほど、厳しいか厳しくないか。森下監督かなり厳しいって風の噂ですよ、聞いてるので本当のところはどうなのかなっていう。お願いします。笹原選手、今日は自分がいた高校では、まあ、考えられなかった練習が多いんで自分にとってはきついんですけど、プロになったら当たり前のことなので自分もそれにしっかりついていきたいなと思っています。まあ、しんどいのはしんどいですけど、まあ、やってて自分のためになるってすごい思うし、まあ、高校とは全然違ってやっぱプロやなっていう感じがしてすごいいい練習になってると思います。笹原選手と岡村選手のこのコメントを聞きなってどうでしたか。岡村さん、やっぱりお優しい、相当きついんだろうなっていうのがどっときてると思うので、やっぱりあのプロ洗礼ということなんでしょうかね。慣れるまでね、やっぱり数年はかかると思うので数年ですか。特に来た場所が悪かったのでかなり大変だと思うので、怪我には気をつけて、あの末永くサッカー選手していただいたらベクソンゾン選手は多分日本下手なんで気にしないでください。じゃあ、せっかくですから、まあ、そのサガン鳥栖に来たその印象ですね、印象ちょっと聞いていきましょうか。聞いてください。聞いてください。とんだらしいですね。浜野さんのトークセッションなんですよ、これ。ではあの、サガン鳥栖のその印象ですね、練習がきつい、どんな練習がきついのかというそのご自分の思ったことをですね、ちょっと具体的にお話しくださればと思います。ではまずマイクが自然と回ってきましたので、田村さんよろしくお願いします。サガン鳥栖のこのチーム、入って改めて